ユータ、ユーマ、ヒューガ、はい、クラスのギャグ担当の誕生日、大体じゃがりこでタワー作られるヤマト、クワンダスです。今日は何？今日は愛情。誕生日おめでとう。ありがとう。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。今日ね、5月15日ということで僕の誕生日なんですけど、誕生日祝ってくれたランキングあります。うん、第5位、まつげ。おお。12時3分。早い。早い、うん、すごい早いよね。5位で早い。第4位、乙女。おお。早っ。乙女が12時1分。早い。早い。3、2、1、強っ。2分いなかった。第3位、まっちゃん。ありがとうございます。まあ、誕生日祝いのあむぎりって言われてますけどね。まあ早いですよ。あっちゃんが12時1分。あ、早い。もうちょっと早め、ちょっと早めの。早いな。第2位、ポン。おー、お前すごいな。誕生日おめでとう、24歳も舵取りおねしゃす。これね、悔しいよ、俺2位なのは。はい、これ激戦でしょ、もう、うん、タイム聞く限り。堂々の1位は僕たちの可愛い可愛い後輩、ゴータです。素晴らしい。12時ジャストです。いや、びっくりした。俺も送ろうかと思ってたんだけど、お風呂入ってて、お風呂上がったらもうみんな祝ってたから、やべやべと思って。普通にめっちゃ嬉しかったよ、この会社のさ、このグループがあって、そこでもみんながレッツシュークリーム。マジかしら。俺24歳の時にゴータが来たのよ。舵取りオネシャスだけ早く出てれば勝ったんだけど。でもビリ、おお、会社のビリ、キューチ。おお、危ね。いやでもキューチは2位ぐらいに食い込んでくる力量は見せてくれた。そのコチャで別に送ってくれてる。ああ、そんなんない。早さ早さ。え、一応コチャのやつ聞く。あの音声。音声。友達だから音声。誕生日おめでとう。ギミ君節がすごい。誕生日おめでとう。で、一応俺も音声。アンサーだ。ありがとう。仲いいな、おい。仲良し。ここで仲良くなると。これで十分です。返信なしね。このやり取りだけ。でもこれ全員送ってないよ、うん、チーム一人いない。そう思ったんだよね。はい、15。あー、やばい、よし、くれた。ヨネちゃん何してんの。ヨネ会った時に言われるよ。あ、マジでそんな感じだろ。これ嬉しいですよ。僕のこの誕生日のランキングをやっぱ普段一緒にいる人たちが埋め尽くしてくれたと。まあでもその後にね、あの仲のいいクリエイターのみんなとか祝ってくれたりして。いたんだ。いや、3人挙げてみてもらって、まずキリちゃん。おお、キリちゃんめっちゃ早かった。ガチか。うん、キリちゃんはね、12時台に送ってきてくれて、じゃあ結構メッセージもちゃんとくれて、これからも仲良くしてねっていう感じ、すごい嬉しいラインが届きました、うん、で、あとボンさん。おお、クリエイター。ヘアメイクの、ね、まあまあ、そっか。いや、もうヘアクリエイター。まあまあ、ヘアクリエイター。トッシャンがヤマト君のこと大好きです。うん、すごい嬉しい LINE をくれて。嬉しい、嬉しい、いい人ね。で、ラスト、コデラさん。あ、まあ、そうか。まあまあまあ、そう、作るものづくりですけど、キリちゃんしか友達いなかったんだ、ヤマト。いや、すげえ、キリちゃんがマジすげえ。けど、ヤマトに LINE はせんわ。インスタならあるかもしれないけど、LINE はせんわ。返信来ないと思っちゃう、ヤマトにその誕生日おめでとうって送っても。俺ですらもうするけど。嬉しいですよね、やっぱ祝ってもらえると嬉しい。で、なんとね、本日の朝からちょっと僕たち、あの街の方に出まして、トレイスが男性写真集歴代1位になったっていうことを記念して広告が街中で流れる、それを見に行こうみたいな感じで、もう朝の8時からロケバス乗って、まあ、行ったわけじゃないですか、うん、ビジョンがこういっぱいある中でトレイスの広告が4面ぐらい出たのかな、うん、わ、すげえわってなって見てたら、なんと最後サプライズで山田誕生日おめでとうっていうのを4人がそのビジョンの中で言ってて、めちゃくちゃびっくりしたんですけど、めっちゃショートなんだけど、まあその秒数も決まってるから入れたんだ。入れましたよ。俺チェックしてるからさ、その前の部分入る余地なんてなかったの、ね、うん、どうやって入れたの。本来は5人の集合の映像があるんだ。あー、なるほどね。だから明日からは5人の映像なんだ。そうっす、一応その映像があるんで、ちょっと見てください。こちらです。はい、ということでなんと街中にね、僕たちの広告が出るということで、なんとね、4面ジャックということなんで、まあ、どの動画になるかわかんないんですけど、ちょっとね、カメラに一応収めておきたいと思います。うわー、なんかソワソワしてきたな。ね、どうなんだろう、早く見たいけど。Ha ha ha!
ましょう。結構な声量で祝ってたよ。祝われたぞお前。一言とかも何もなく急に出てきたな。サプライズもここまで来るとなかなかすごいですよ。日本国民にできる人が少ないですね。ということで、まあ、本日はちょっと僕の誕生日ということで、まあでも普通に撮影をしていくんですけど、僕が一番好きな企画をやりたいなと思う。だからまあ今日は何、今日は愛情と言ったんですけど、僕が愛情深く思っている企画を本日はやっていきたいと思います、はい、ということで本日の企画、キャラ入れ替えの件。お前キャラ入れ替えが一番好きなんだ。キャラ入れ替えが一番好き。客観的に見ててこいつらマジで仲いいなって思う。その視聴者の人とかがこの知らない部分までやっぱ知ってるから、それとかガンガン真似していじるわけや。例えばあっちゃんとかがめっちゃ俺のこと見ててめっちゃいじってんのとかが、まあ多分意外だろうし、はい、俺からしたらめっちゃ面白い。そうだね、ユーマ以外は本当にすごい。ユーマ格別に下手が裏たり来てるから。ちょっとこの企画すいません苦手なんだ。今日は帰ってもいいですか。おでダメに決まってるぞ。まあなんかいいよとか言ってあげたいけどね。本当はレベルアップしてきてるかもしれません。編集してるか見てるの。じゃあずっと編集してんだよ今。最近始めたみたいな。最近の誰かのモノマネとかできる。じゃあユータで、うん、俺にほっぺ触られそうになった時のユータ。これでいなされます。分かるけどね、分かるよ、肩で弾かれるよね。嫌がられてる張本人の付箋だから。まあ、いけそうね。いきます、いきます。ヒューガとかね、ヒューガってずっと一緒に。タバコを僕より先に吸い終わって出ていくときだけど。ダサッダサッダサッやっくり口がやらない。まだタバコ持ってるよ。ほんとだよ、出演者出んな。このまま吸いながら帰る人や。お前それじゃやっぱ似てないね。似てない、イメージでやっちゃってるから。絶対俺がやってるのヤマトがやったりした方が似てるもん。まあ今までね、このキャラ入れ替え企画っていうのは何回かやってきてるんですけど、前々回まではまあ5人でねキャラ入れ替えをやったりして、まあキャラ入れ替え会議とかキャラ入れ替えドライブとかいろいろやってたんですけど、前回ちょっと別々で分かれてたじゃないですか。であれはあれでめちゃくちゃ面白くて好評だったんですけど、まあ、今回は5人でキャラを入れ替えてロケをしていこう。普通にね、意外とやったことないでしょ、うん、まあ部屋とドライブだけだから、まあ、ちょっと新しいなと。ロケをする場所なんですけど、川越です。おぉすごい。いやー好き好きで、川越といったらね、僕たちのあの校外学習で行った場所ですから、その思い出の地川越に向かいまして、まあ、やっていきたいと思います。行きのドライブもちょっと回すので、もうこの時点でキャラ入れ替え、運転とか席配置もいつも通り。じゃあ俺になったやつが運転していいですか。いろいろね、前回とかのやつを見ましてキャラ入れ替え考えてまいりました。発表したいと思います。僕、ゆうたくんになります。おーい、うん、初めての挑戦ですね。ゆうたくん、ゆうたくんはヤマトになってもらいます。おーい、ゆうたがヤマトの発言量。逆にむずいよね。いやむずいと思う。そのやってきてないだろうから、うん、一番前に出よう出ようとしなきゃいけない人っていうのを多分やってきてないから、今まで人生、まあ、ちょっと面白いんじゃないかな。続きまして、アメギリくん、ヒューガくんをやってもらいます。はい、まあ俺か。まあ、あっちゃんこのキャラ以外めっちゃ得意だから。でも手でやがるから。これね、楽しみなんだよね、自分をやってもらえるの。あっちゃん、 あ俺こんなんしてんだっていうのがあっちゃんの時が一番わかる。続きまして、まあ今回の被害者ですね、あんまり面白くされない人、ユーマくんはアメギリくんをやってもらいます。まあ似てますから。ユーマがあっちゃんやるとやっぱユーマになっちゃうから、うん、あっちゃんとユーマって似てるようで全然違うから。似た会話の中の闇と光みたいな感じですね。どっちがどっち。俺が光。闇だ。ワンちゃん確かにかなり闇属性だから。そして最後が、ヒューガ君。ヒューガ君はユーマになってもらいます。はいはい、じゃあ分かりやすいように最後言っていきたいと思います。僕、ユータ君になります。僕、ヤマト君になります。僕、ヒューガ君になります。僕、アモグリ君になります。僕、チンコ隊長です。チンコ隊員もいいの。それわかんない、あの部下についてくれたらね。確認だけど、うんこマンの友達ではないよ。あ、一応友達です。あ、そこどもやん。うんこマンとかチンコ隊員とか、あのおしり探偵みたいなことや。思いつくのはあの僕って言い始めたヤマトあたりからやべってなるから困ってんのよ俺も。ワードに別にやってって言ってないし求めてないよ。
いきますよ、分かりやすく視聴者の皆さんのためにもう一回名前を言うので、僕、ゆうたになります。僕、山崎になります。僕、ひゅうがになります。僕、あむぎりになります。僕、ちんさきズドーン、ちんさきマンです。俺も絶対誰かやると思ってから何も用意してなかった。もう待ってよと笑う余裕だけしてたら普通にあむぎりですって言って、ちんさきマンですってなっちゃう。考える時間が1秒もなかったから今の俺は。じゃあこう回してもらっていい？ああ、もういいよ、やんないよ俺は。いきます。いきます。僕、ゆうたくんになります。僕、ゆうまになります。僕、ジュポジュポチンポになります。使えるよ。まあよかった、俺が用意してたのがエグすぎたから。え、じゃあワードだけ教えてくれ。ヤマトになります。最低やお前。ダメだよ、ちょっとこうやってやろうとしてたから。最悪、よかったユーマが止めてくれて。じゃあ改めましてキャラクター整理したいと思います。僕、ユータ君になります。僕、ヤマト君になります。僕、ヒガになります。僕、アムギリ君になります。僕、ユーマになります。オッケー。ということで、今言ったキャラクターに着替えて車にね、座って出発していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで衣装チェンジしました。まだね、僕たちコムドットなんですけれども、今からがっつりこのね、性格も入れ替えてね、ロケを進行していきたいと思います。で、本日なんですけれども、ストップ制度というのをね、導入しておりまして、今のは違うだろうと思ったら、お手元のこのストップボタンを押していただきます。その時は一旦解除です。ひとしきり終わったら再開っていうのを始めて、またキャラクターに戻っていくと。やったんで。よしよし、おいグラタ、まだフラタになる必要はない。ユーマ、マスク取って。あ、すみません。終わってんだよ。あ、やばい、やばい、やばい。オールの次の日のフラタやんなくていいから行こうか。行きましょう。それではキャラ入れ替えロケスタート。バーッ。それはないでしょ。それはないわ。それはないでしょ。たまにある、たまにある。ユーマンなんかうわーみたいな。間に合う。正解なの？正解です。じゃあごめん。ほらお前、気づかれてない行動トップ3ぐらい。いやいや、今の声で変な盛り上がりだけど、ユーマンだから。ごめん、見てます。すいません、再開で。はい、ということで向かっていくまあ、今日はね、川越ロケするんですけども、川越といえばね、俺らが中学校の時に校外学習で行ったとこで、ね、行きましたね。お店ないだもんね。まあまあ、ユーマ行ってないけど。いや、行きましたよ、僕いたじゃないですか。山本くん同じクラスだったですよ、1年の時。いや、ユーマだけドーナツ屋の写真載ってないでしょ。いやー、写ってないの、俺ね。いや、俺普通にダリーから行かなかった。いや、ユータはね、行ってたよ。ユータはいたよ。ユータいたよな。ガチだるくていかなかった。久保先生と普通に麻雀やってた。それ小学校だから。うん、ユータはいた。ドーナツ屋の写真写ってた。うん、いました。何やってんの？ピョンピョンやんないよね、序盤からそんな。じゃあ俺はまだ前出過ぎちゃった。下手だよ。やめて、その椅子がさ、車の反動でちょっと前に動いた時、おみたいな。ユータはいたよ。ユータいたよな。めっちゃユーマや。もうユーマだと思ったもん俺。もうユーマになってんだろ。それそうだろ。行きますよ、はい、開始。雨降んなくてよかったね。あ、そうだね、本当に。あ、だからそれで言うと今やっぱもうすぐ梅雨やん。やっぱきついよね。いやいや、蚊がふざけすぎでしょ。いや、けどきついですよ。あ、そんな無理になってこなくていいか。ヒューガ君無理になってこない。天気がいい日のトポコはうまい。そう、とか全然違う。お前ら蚊が長い。待てよお前、それなんだよ。それなんだよ。やる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 、誇張してる。やるやるやる、これはやる。もうやってらんないよ。え、今のは本当に余計なとこで。いや、やってんなと思ってびっくりした。余計さんやなお前。すいません、止めちゃった。はい、再開。なんかさ、久しぶりにこう5人で車も乗ってるわけだし、昔話もしようや。おっきいブイ。ヒューはなんか昔話ある？それで言うと俺はみんなと小学校が違うから、中学からしか話せないんだけど、まあだから川越行くやん今回、うん、まあ、それで言うとなんだけど、うん、だからやっぱリキアが腰パンしすぎてたっていう。いや、お前川越でドラミングしてただけやろ。え、で
え、ゴリラじゃないです。そのさ、もうゴリラの下りももういいんじゃない。え、ね、してたよね、ドラミング。ヤンキーをドラミングで追い払ったりしてなかった。してないよ、ヒューがゴリラじゃないから。いや、してないし、あの最悪の新世代入ってないから。最悪の世代じゃないですか。あ、最悪の世代か。うっかり、うっかり。ちょっと待って、ヒューがそんなおもろないこと言わないですか。うちの面白さランキング1位は最低でも70点は取ってくるぞ。今の30点ぐらい。最高い。なんかある、天桐。え、やっぱ僕は恋大きい少年でしたから。おお、そうですね。過去好きになった人だけで多いそ埋まるんちゃう。多いそ、多いそ、ライブハウス。あー、いや、まあそれはないな、絶対埋まるんじゃん、ほんと。何人ぐらいの過去好きになった人だけで。でもマジで瞳惚れは含めた。いや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 、瞳惚れって言ってるし。喋り方おかしないですか。正直、正直にいい。え、俺だけ。てか、浦田さ、お前いるだけや。え、今あのタイミング的に入るとこなかった。喋れよ、もっと。いや、多分今4人がちょうど良かったもん。そういうことじゃなくて、言われてんのはその意欲的に参加しようみたいな姿勢じゃないと、ただぼーっとしてるだけに見えてるから、それだとサボりに見えんじゃん。いや、まあでも分かるよ、むずいのも分かるし。ダメだよ、仕事なんだよ、ちゃんとやんないと。お前だけいるだけになってたから。だから、その今あっちゃんの分かります分かりますもう分かっちゃダメなのね。そうですか。うん、でも励まそうとしただけなのにな。ありがとうございます。ちゃんとやって。はい、すいません。いや、まあでも確かこうやってなんか撮影のやる気度は全然違うよね。ごめんなさい、先生、そうですね、ちょっと編集頑張ります。じゃあユーマ、撮影頑張ろうって話してて、はい、その編集頑張ろうはトゲあるぞ。ごめんなさい、すいません。今ちゃんと頼む。すいませんでした、頑張ります。じゃあそのユーマ、ユーマなんかさ、エピソードないの。僕ですか。うん、何のエピソードですか。やばすぎる。はい、あのユーマなんかあるエピソード。あ、私やつ。あ、だからここカットされてるから。ユーマなんかあるエピソード。エピソードですと、タイに行ったんですよ。おお、タイ。タイに行って、まあ昔。一人で笑ってんだわ。それの時に夜の遊びっていうんですかね。そういうの多分タイに行った人やるんですけど。やらない話だもん。一人で。と思うんですから、何もできなかったんですよ。恥ずかしながら。おい、待ってるよ。なんなんで。いや、ちょっとひどいな。ついつい、あの話しながら笑っちゃうユーマをやってたんだから。おもろくない内容なのに笑っちゃって、さらにそのトーク面白くなくなるユーマ。一人で永遠に滑るユーマ。はい、行こう、再開しようか。行こう、もう行こう。ユータなんかないの。まあずっと寝てただけだろうけどさ、その中でもエピソードないの。友達もいなかったしさ。ユータ君聞こえてますよ。ユータ、ユータ、ユータ、ユータ。あー、寝たか、ユータ。あー、寝た。ちょっと寝る。まあまあ寝かしてあげましょう。友達いるわ。俺にもなめんな、お前ら。友達いない、友達いない。まあまあ、ユータは友達いないから。気にしてるから言うな。言えるわ。カズ、ミサキチ、言ったら言える。だからさ、エピソードないのって聞いてんの。まあ、何をって言われて出すもんじゃないから。いや、そういうもんだと思うぞ、エピソード、うん、聞かれて出すもんだから。あ、じゃあないです。あー、ひねくれてんな。あ、まあでも昔カズエと二人で遊んだ時の話があるんだけど、今度する。いや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 、僕代わりに。いや、任せられない。お、そうだね、今の言葉に。いや、任せた。いいですか、じゃあお願いします。まあ昔なんですけれども、野球やってたんですよ、アンギリ君と一緒に。僕キャッチャーだったんですけど、結構そのピッチャーとかもやったりしてて、あの視聴者の見てるやつらが、ちょちょちょ、見てるやつらって。すいません、テロップで人たちに書き換えておいてください。いや、言葉気をつけよう。無理だ、みんなせいだな、そんな最近のこの風習。いやいや、これ出てますよ。いや、言い過ぎてんな、うちの浦田さんの。出てます。そういうコメントしてんのって。だってこう切ったみたいなやつ。いや、言うの、まああんま言い過ぎると良くない。ああ、浦田さん、ここは押さえてもらって。すいません、その時に視聴者の方たちは何もできないって思われてると思うんですけど、結構そのいろんなポジションについてたんですよ。すごいじゃん。あ、すごいね、皆さん。いやいやいや、
湯葉ぐらい薄いトーク。湯葉かと思ったわ。ここで食べたやつですか。乗っかってくんな、乗っかってくんな。あ、それで言うと俺いいか。ちょっとごめん、トンネルだから。これどんくらいトンネル？あと 200m ぐらいかな。あ、じゃあちょっと待ち。トンネルの中でさ、トーク切んなきゃいけないっていうのは、まあまあまあしょうがないかな。まあしょうがない、これは暗さだから。まあ明日の動画どんな感じ？今明日村さん、村さん、明日の動画どんな感じ？ちょっと良くないんだよ、マジで。いや、ある、撮ったじゃん。なんで、やってたじゃん。いや、やってって言ったじゃん。今言われてないと思う。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、オッケー、もうすぐだよ。撮るか。オッケー、行こう。次から行こう。何の話だっけ。あの、過去の話だっけ。ヤマトしょうもない例えしてたんじゃない。しょうもないって。あ、そうだね、あれ夢みたいなクソつまんねえの。何の話か。じゃあ、まあまあ、で、うまいところでやりなさ。まあ、昔話もそんなとこですね。リアルにやりすぎやろ。おい、楽しめななるわ、視聴者の人が。やるやる、やってるやってる。よく言いますね、これ。まあ、やるね。やりやすいですか。まあ、本来使われないところなのかな。使ってないね、使ったこと一回もないんじゃない。その一言に行き着くまでの感じを映したからね、今。ゆうたって結構俺のこと見てんだね。まあ、顔とかは見えないけど、声は聞こえるからね。やっぱけど難しいね、よく喋る人の真似って。ゆうたと山本の真似って結構難しいな。正解。なんかさ、今ふと気になったんだけど、車のナンバーの色ってあるじゃん。あるね、黄色とか白ね。あれって何で分かれてんだ。出ましたよ。いや、全部白でよくないか。いやいや、その加速すんな、熱くなんない。なんで黄色とか黒があんだって。分けられてるんじゃないですか。いやいや、優しいって言う。ちょっと何で分けられてんのって。軽自動車は黄色で、宅配業者とかその仕事関係のは黒黄色ってになってるんじゃないですか。詳しいな、言うの。分かんないですけど。分かんないな、言うの。正確な情報が知りたいの。言うた、言うた、調べたらいいんじゃないか。いや、調べるのは違うのよ。ここで話すからおもろいのであって、調べるのは全然違う。お前的を射てないぞ。いや、さっきから喋ってるのが優太だけなのよ。じゃあ、ガキすぎる。ガキだな、確かに。やっぱ優太が一番ガキかもしれませんね。ガキじゃねえから。いや、めっちゃガキだね。これはある、これはあるな。いや、ガキじゃねえから。ガキすぎるね。思い立ったらすぐ質問みたいな感じ。あー、いいよ、じゃあもう降りちゃいます。ゆうたさん、撮りますよ。じゃあ謝ってガキって言って。いや、じゃあ謝んでしょ。おじいちゃんすいませんでした。じゃあおじいちゃんのことじゃないか。いや、その適当に謝んな。鈴木、お前からだ。頭下げろ。違う、友達やん、だって。あ、友達とかじゃねえ。てか、お前友達じゃねえ、一番。あ、いい、いい創立メンバーですが。ヤマト君、友達やん、友達やんって自分から口にすると軽く見えますよ。まあ、ちなみにお前も友達じゃない。アムギリは友達。やった、やった。え、俺は知らない。お前、アムさんにトゲ生やして叩かれるかって。あ、そうだよ、俺好感度低いからね、今人気ないし。いやいや、ゆうたくんが人気ないなんて言ったら、僕とアムギリくんは何なんですか。いや、お前らマジで人気ない。チーン。え、そうだぞ、こいつら人気ねえから。おい、お前が一番。いや、ヒューガくんだって同じじゃないですか。下位3人組で頑張りましょう。そうだな、裏目取りよ。いや、乗っかんない。歌うのは何。あ、先生、ちょっとなんか外見てたら思いついちゃって。じゃあ思いつくとかじゃなくて、それ人の曲だから。お前自分の曲みたいにさ。違う違う、そこじゃないんで。まず撮影中だから。お前紅生姜か。それは。今のなんで紅生姜だったのか。まあ大人の皆さんにはわかんないんじゃないですか。すいません、ガキのツッコミでした。ゆうた、いいか、進めて。なんで俺止まってるの。いや、どうぞ進めてください。すいません、僕が全部悪いです。僕が悪かったです、今のは。完全に今悪くなかったぞ、別に。すいませんでした、僕のせいなんで。先行きましょう。オッケー、行こう。もうアムギリ進めて。アムギリ今ね、何ですか。何やってんの、それ。何がですか。ちょっと、え、アムギリ、え、またなんかやった。え、アムギリやった。何、トーク入って
てこないでティッシュ詰めてかわいこぶってる。え、それいいの？ありなの？それ。いや、これは本当に叩いて、うん、俺ら一個も悪くないからね。これも俺らが悪いか。いや、まああんたらが悪いんじゃないですか。のこれはおかしいわ、ちょっと。これはマジでおかしいよ。いや、これが悪いです。ユウマもなんかそれ言えばいいみたいに思ってるだけのパス野郎だ。お前実は何も考えてないんだけど、テンプレでは毎回そればっかじゃねえか。バレた。じゃあお前も笑え。今受けてる。やべえ、伝説界だ。ユウマ笑われてるぞ。窓開いてない。あーちゃん、後ろ開いてない？閉まってました。開いてたぞ、今。あ、開けちゃいました。なんであーちゃん映ってるの？なんでですか？僕悪くないですよ。いいよ、もうその悪い悪くないみたいなのじゃないじゃん。そこは、あ、ごめん、開いてたかも。でも、終わりやん。まあ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 。お前、全然違うぞ。まあ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 、どうした？いや、これは流せない。まあ、どうなんだろうな、それは。で、ただ、皆さんが確認してっていうから、確認したら開いちゃっただけであって、別に僕は僕は悪くないです。もう髪めちゃめちゃになっちゃったやん。まあ浦和さんは後でこれ話し合いですね、チェックですね。でも今謝ったらあんたに聞いてあげて。おおおお、すいません、お兄さん、すいません。僕たち仲間ですから。お兄さんいいと思いますよ。メイション欲しいんだよ、お兄さんは。オッケー、もう行こう、もう行こう。結構ずっとヤバかったよね。結構全員似てたよ。ユーマがハマってるね。その言うとやめて、窓の下りとか余裕でやるの。いやー、もうやることなくなってきた、ヤマトの真似。いや、あっちゃんがやらかした時の俺の喜び方とかマジヤバいけど。アムギリ、え、またなんかやった？え、アムギリやった？なに？何した、何した、アムギリ。ねえ、何やったの？大きい餌見つけたみたいな。いやー、みんなやっぱ見合ってんね。俺はね、今ランキングでつけていい。ユウとあっちゃんは同率1。いや、これ2人ともすごいわ。で、ヤマトとユウマが同率ビリ。オーマイガード。ヤマトの主張みたいなのが入ってる、やっぱり。ユウマが出ないタイミングが出てきてるよね。結構我慢してるよ、俺。そんな関わんないもん、俺。話急に振り出したのめっちゃ出そう。技はあるけど、出すぎたせいでビリまで下がるよ、そうそうそう。もうちょっと控えろ。うん、じゃあ、再開。ドライブも盛り上がってきたし、せっかくなんで、ゲームでもします。出ました。まあ、僕たちといえば高速しりとりゲーム。あー、出ました。超高速でやろう。めっちゃ高速でやってみようぜ。じゃあ、いきゅう。よし、じゃあ俺からいきます。はい、高速しりとりゲーム、イエーイ。しりとり、うん、こっち前ですか。今言ってたんだけどな。一回やろう。そっか、すいません、ちょっとなんかセットで。どうすんの、スッとやろう。いやいや、どうすんの。まあいいよ、さあ、行こう。いや、行こう行こう、今のカットはしてません。いや、やばいぞ。すいません。話聞けてないってことよ。お前、YouTube に救われたな。ごめんなさい。言いすぎ。ユーミンの曲聞いたことあるけど。そういうニュアンスのことは言ってたことあったか。こんな思いっきり目見て言ってないけど。でも俺のその広げようとする感じはすごい似てるな、多分。はい、再開で。ちゃんとやろうぜ。これ一回バシッと決めて、次からロケですから。ヒューガからヒューガの次、ユーマに。わかりました。よし、行くぞー。頼む。あ、ちょっと待って、一回出るわ。オッケー。よし。じゃあ行きまーす。高速シートゲーム、イェーイ。家具、グランピング、グーリリリリリリ、バーレー。あー、わかんねえ。確かに怖いぞ、それは。今ちょっと勝ってるね。オッケー、気まずいな。うわ、なんですか。待って、ちょっと、やめて、やめて。友達やんな。あと、話するも取りな。なんかわかんない、そのコメントもらいたいのかわかんないけど。ちなみに、ユウマ、それ、一個も受けてないからね。オッケー、やめます。ユウマ。
あ、間違えた。え、僕何もしてないですよ。ああ、そうだね。まあ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 。昨日から噂出てない。それすると、うんこするときに便座に座ったときにかかと上げてちょっとつま先立ちですると出るって言います。ヒューガのトドモルム想像したら面白すぎた。おい、想像すんな。おい、それで下見ながらあーって言ってるとめっちゃ出るらしいですよ。やば、やば、いけって、いけって。あーこれやらすのやば。え、いきますよ。はい、じゃあゴリラ君頼む。うん、オッケー。ちょっと待ってね、一回道譲れ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 ー神。はい、ゴリラ君お待たせしました。行きます。コスシードゲームイエーイ。青山また引き、ヒストリア、ヨソッププリンアラモード、ドーナツ、積み木、キツネ、ネコマムシ、ションベン小僧、うんこの山、丸山製麺。あ、サープサープ、やばい人いっぱいいたぞ。あんまりね。え、僕なんかひも山みたい。最初のプーこんな触らないし。おー、何やってんだそこのおばちゃん。今やめろ、いたぞ。おばちゃんがやばかった。道のど真ん中で足バーン広げて。このおばちゃんめちゃくちゃ瀬戸康史さんに似てる。どれですか？YouTuber の瀬戸康史さん知っとけ、失礼になる。瀬戸康史さん、すいません、あんま YouTube 見なくて。あ、まあ、行こう、はい、やるな。はい、じゃあラストな、ラストしっかり決めてくれよ。あの人の顔見たくない、赤い髪の。ジアンツさん、なんか上げてちょっとこっち振り向かして。いってうわー、絶対やるやん、あの人。じゃあもうやるぞ、ラストしりとり行くぞ。行きまーす。高速チートゲーム、イエーイ。松屋、ヤンクック、クジラ、落花生、イノベーション、んだほさんの親、ヤクミツル、ルンパッパ、パイナップル、ルビーサワイア、アーモンド、ドラミング、グーラードン。あー、やっちゃったー、マジかー、裏と過ぎだろ。それは裏と過ぎだろ。あっちゃんがうんをそのんだほさんの親とかでつなげようとするヒューガの真似がヤバすぎる。即興でできる。再開。しりとりもやりまして本カゴに着いたんで、違うわ、よくもう一回やりなさい。あ、まあね、編集でやりやすいから、ね、はいはい、はい、ということで本カゴに着きました。カメラ持って外出まして、まあなんかご飯とかも食べれたらなと思ってるんで、じゃあロケしていきましょう。OK。やってる。あ、ユーマ、今マスクしない。あ、すいません。なんで逆なんだよ。ごめんなさい。はい、ということで、カシオコショウ、つけましょう。よっしゃ。何したいですか、カシオコショウで。あ、ありがとう。ありがとうございます。あ、ユータね。ありがとうございます。後にしようね。何やりたい、ユータ、カシオコショウで。もう俺、お菓子とかやめたから、ぶっちゃけ微妙だ。強がんないよ。ヒューグ、ふがし食べませんか。あ、ありだね。どうせ全部買わねえんだから買うね。まあふがしもいいんだけど、そこちょっと行ったところにソフトクリームみたいなの食うとこあるから、まあソフトクリームみんな1個買って、まあ裏で食べて。え、なにみんなで1個って。え、みんなで1個中買って。いや、中か。いや、僕3つ食べます。そういうことじゃないだろ、みんなで1個おかしいじゃん。腹自慢じゃないんだから今日。スプーン5本もらってみんなで仲良く食べましょう。うわ、絶対これのいい。え、ちょっと着てんじゃないの。ない、探すな。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、もうすぐでソーダソフト食べれますからね。誰がおじいちゃん。あ、おじいちゃん、トマト飴みたいなのもある。いらねえ。おじいちゃん行く。食わねえ。あ、あむぎり、あむぎり、いちご飴あるぞ。おいちょ、俺好き。これどうぞ。おじいちゃん、おじいちゃん、みんな一回しよう。みんな言うわ、言うわ、言うた、一回みんな食って。
どうしたの？撮影終了、みんなあの度が超えてるモノマネの。嘘、丸められないわ。こいつじゃない？いや、あんたもそんな独断の行動しないの。さすがに割とひっついてきてる。あ、ごめん、もうちょいじゃん、ヤマこっちすぎ。俺そんな輪は乱してないいや、これが一番やばくない？ヤマとさっきも言ってるけど、似てるポイントとマイナスが、はい、多い、はい、マイナスがね、行き過ぎてるの、はい、ちょっとやり過ぎてるぐらい。はい、次本当に行き過ぎた行動したら俺も本当撤退するから、はいはい、ここはリーダーとして撤退する。はい、頼む、はい、開始。アムギリ一番目食べたい。食べたいです、食べたいです、もちろん。うるさそう。おいおいしいです。勝手な行動しないこと。ピクトックでました。何やってんの。今イホイル食べます。誰買ったの。あ、僕がボンさんに食べました。けどアムギリ映ってない。おい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 もらうな一口。お前仕事できてんだよ。わぁ乱すな。お前それ仕事できてないじゃん。社長、社長、アミリ君がテロップ全部食べちゃう。あ、でもあの僕が下行かないとみんな映んないかなと思いまして。やめろ。マジでそう。テンション上げていこう。うん、迷惑になんない。ユーマ喋れ、はい、お前悪いことした。ごめんなさい、本当にすいませんでした。本当にすいません。いや悪く映るな。すいません。悪く映るな。いや、すいません、すいません。トイレ行ってきてもいいですか。え、お腹冷えちゃって。やめて、なしにしよう。俺はダメよ。わかりました、我慢します。我慢させてるみたいに映るな。すいません。いや行こう、あっちもう裏も。じゃあもうアムギリごめん、一番目なしね。そんな。もうおじいちゃん言ってるから。柏横丁に着いたんですけど、みんな自由が過ぎました。すいませんでした。リーダー怒っちゃいました。すいません。中止です、ロケ。ええ、どうして？え、まだ楽しみ聞いてないですよ、川越を。あんたのせいが大きいよ。すいませんでした、ごめんなさい。まあでも中止は中止でしょうがないから。え、でも車戻ろう。楽でラッキーピス。ちょっと凶悪犯すぎる。あ、ごめんなさい、すいません。ガッブカ。さすがにヤバすぎた。さすがにヤバすぎた。さすがにヤバすぎました。そこまでヤバくない。そんな人チームにいない。嘘、もうちょいマシです。ごめんごめんごめん。じゃあ再開したん。行きますよ。いちごトマトアモギリです、スタート。よし、まあそういうのもありましたね。行きましょう。お、行きましょう。え、おーどうぞどうぞ。おじいちゃん入れた。いや、まあ、おじいちゃん止めて。入れた。何買うんですか。え、ここ5000円使えないですよ。5000円使えないし、せっかく来てるのはこういうご当地のもの食べた方がいいと思います。絶対こっちの方がうまいよ。一口食べますか。いらない、食べてないですよ。こっち食べたい。いや、うん、食べた方がいいですよ。いや、こっち食べたい。せっかくならですよ。おじい、後でいいや、行こう。ごめん、わー見出した。お、すいませんでした。お前があれえぐいそんなか。中二も中二やん。最低。めっちゃやりたかったのは、うん、ささっとこう自販機のとことか行って先にお金入れてて、みんなになんか飲むとかやってくれるのをやりたかった。あ、そしたらユーマが進めてきたから、絡まれたら基本的にユータだるがるから、もうこっちも良くなっちゃった。あ、確かにめちゃくちゃになっちゃった。まあ、けどぶっちゃけた話、そこの通りちょっと本当に人多すぎるから、うん、あそこでのトークは一回避けよう。そうなん。だからセブンティーンアイス男気じゃんけんしよう。あ、普通にマジ食べたいやん、ほら。ね、ね、それはね、すごいよ。ね、まあじゃあ再開してやろう。じゃあ、いきますよ、開始。よし、男気じゃんけんでもしようや。何を買うんですか。セブンティーンアイス。同じや、サミシ。いや、あのみんなでやる流れだから。あー、じゃあしゃあないか。まあいいんじゃない、食いたい人は食えばいいんで。僕食べたいです。うん、あー、ユーマごちそうしてや。ユーマ食うの。あくだらない。あー、だってここへ来てその目だ。どう、セブンティーンアイス男気じゃんけん、ユータ。もういいんじゃないですか、社長の方に。お疲れ様です。お疲れ様です。え社長、いつもありがとうございます。えマジ社長。まあ、普通に嫌われてるから、こういうところでバッキリしていかない。いやいやいや、ガチで、ごちそうさまです。いや、給料同じね。はい、まあ、じゃあ面倒くさいんだけども、いや、じゃあ僕に任せてください。いやうまい。お、財布忘れました。出ました。マジでありがとうございました。マジか、この人。マジか。すいません。はい、じゃあもう
出ました入れた。え、財布どこに忘れたの？すいません、財布ベンツに忘れちゃいました。あー、じゃあもうユーマとヒューはあのこれ渡すから取ってきて財布。あ、それだってもうユーマがおごるみたいになったから財布取ってきて。いや、でもこれタバコ吸いに行って終わりなんじゃないですか。あー、いや、行くわ。いや、どう？じゃあユータとユーマ行ってきて。行きますか？あ、めんどくさいから俺払っちゃう。お、出ました出ました、ゆうたの。これがこれですよ。そんなことしていいんですか？これですよ。僕の財布使って払うなんて炎上しますよ。いいんですか？そうだな、やめよ、セブンティーアイス食べんの。やめましょう、やめよ。話が早いですね。はい、セブンティーアイス中止です。やめよ。柏横丁も人が多いので中止です。ちょっと南の方に歩こう。あ、そうだ。あと全員で行くとあれだから、うん、2人ぐらいで買ってきてそれみんなでこっちで食べる。確かに。じゃあゆうた頼んでいいか？まあいいっすけど、じゃあ僕一人で行きます。ゆうた頼む。お願いします。オッケー、なんか適当に買って持ってきて。ありがとうございます。じゃあ先行きますね。あ、いや、もう来い、行くぞ。一人は持てない、普通に考えろ。寂しいとかじゃなくて普通に持てないから。僕ですか？行くぞ。あれ、じゃあ待ってるから。あ、ちょっと乙部くんいいですか？お前めっちゃ遠さするの嫌や。乙部くん見ててもらってもいいですか？このバカを取るんで。いや、バカって言うな、お前。子供考えろ。何買いますか？せっかく川越来てるから川越っぽい方がいいな。ゆうとくん大人ぶってて可愛いじゃないですか。いや、そういうのじゃないから。いや、ゆんまそのいじりマジで全然ハマってないぞ、お前。ハマるハマらないじゃないですからね、僕の笑いは。ぶっ放しているエレファントか。バカーン。ナイルが。ザー。周りが優しくてよかったな、お前な。あっちに。なんかこういうのはどうですか？あ、あめ。すごっ。お菓子買ってください。ここでなんかあめ買おうよ。なんか入ってる。持っていっていい？これを1本買ってもいいですか？あとこれを。買ってもいいですよ。買ってもいいですか？ありがとうございます。おい、ふがし買うなって言ったやん。お前来んな、任せろ、信用ねえのか。心配して見に来たんだろ。バカ、お前任しとけいいんだよ。俺という間にちゃんとやんねえだろ、意外と。もうじゃあちょっとふがし裏で食べましょうよ。じゃあどうしますか？ふがし食べるかって言わないでしょ。みんなで食べましょうよ。ゆうた、あとで戻ってきて。オッケー、オッケー、戻る。あとで追いつけ。はい、650円。いちご飴、いちご飴を2本ください。1350円。おーっと、いいんですか？すみません、失礼します。やった、ありがとう、ゆうた。やっぱいいな、ゆうたは。なに、アムギリ何してんだよ。アムギリ、あの、トイレ行きたいっす。撮影中ね。僕にさんと行ってるんですか？いや、僕も行きたいです。しかも、そこ渡ったね。これ大丈夫かな。ん、どうしましょう。柏横丁は人多くて、はい、うん、盗撮とかも結構目張ってイラついちゃって、なんかあんま上手い感じに撮れたか撮れなかったと思う。あ、けど、いや、まあ、練習でなんか、やばいやばい、 BGM とかで撮るどうにかなるかな。いや、なんか普通に喋りがね、あんま良くなかったんだよ。あ、まあでもオープニングと車で今いい感じだから、もうちょっとにあとどっか行ける。いや、一応柏横丁でロケだから今日。今だとドライブしかしてない。ヤマト君ももうちょっとその臨機応変に対応する脳みそも作らないと、うん、そろそろ潰れますよ。言わねえよ。黙って聞いてる。そんなはっきり言わない。バグか。まあユーマにしては言い過ぎてたね。あんまゴリゴリいかない。だけどヤマトはそのヤマト様はまんま、うん、まああんま自分から言うことないけど、うん、リプレイかと思った。開始。ここが一番ベストポジションでしょ。違うから。あ、これみかんじゃないな。座って食べた方がいいんじゃないですか。デコポンだ。あれ、なんか落ち込んでる人いますか。ゆうた、あむぎりさんとゆうたでしょ。ちょっと、どうしたんだ、あむぎり。いや、なんか隠れてみかん食べてたら良くないって言われました。めっちゃいい言うね。だから、あめぎりその買ってきて終わりだな、いつもな。うん、
なんかここでその食べてなんとかとかやんないと展開しないから、展開させてこ展開。ゴリラくんなんとかして。いやまあ大体一服したいっす。ヒューガくんそんな言わないっす。意外と意外とそんな言わないっす。薄めでしか言わないよ俺は。意外とマジでいけそうなタイミングにマジで言うだけ。まあちょっと一回みんな並んでもらって、はい開始。とりあえずね、柏横丁今回って、まあ、みかんとかいちご飴とかふがしとかアイスも食ってたな。食ったんですけど、あ、すいません、もう何もできない本当に。すいません。優しいな、ゆうた。ありがとうございます、うん、まあ、ロケってことなんで川越は柏横丁だけじゃないですから、うん、そうだね、いっぱいあるからね。あの、実は川越の駅の方の美味しい焼肉屋さんをね、予約してあるんで。おいしい、出ました、出ました。焼肉食べ放題ですか。食べ放題じゃないです。でも、フラットあんたダイエット中じゃない。焼肉だぜ。青が今じゃないやろ。お前どこで何やっとんの。いや、テンション上がったらバレーボールするユーマでしょ。暇な時ね、それユーマ。暇な時ないや、撮影中は。だからやるしかないよ、今。見せたかったんだね、それをやるって。これやりたい開始、うん、まあ、とりあえず焼肉予約してるんで、はい、一旦そこ行きましょう。はい、行きましょう。はい、はい、ということで焼肉通知しましょう。食うぞー。ということでね、こちら川越にある焼肉金虎さんにね、お邪魔させていただきまして、撮影許可も降りてますんで、焼肉食べていきましょう。じゃあ乾杯しようか。乾杯。じゃあ、おつえ。待って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 、どんどん見事でしょ。待って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 待
最初にいる派いらない派のアンケートを取りたいと思います、うん、いるよと思う人ぽん、いないよと思う人ゼロ、まあ、いるということですね。焼きましょう。友達滑ってんだから言えよ。何友達もあるだろ。あっしあ、じゃピーナッツが好き。すいません、滑っちゃいました。焼け石に水できるようになるといいな。そういうの俺やるから。話題の展開もこの辺難しくて、なんかさ、やっぱ俺らこうやって今3年目、4年目ですよ、 YouTube。 まあテレビとか雑誌とかに出させていただく機会が増えたわけじゃないですか。はい。その上でやっぱ何人かだけ呼ばれたり、一人で呼ばれたりが多くなってきたでしょ。だからこれユーマとか心配だよ。え、僕ですか？うん。だってそうやって振られた時にさ、わけわかんない状態になっちゃうわけじゃん。やっぱそういうとこもみんな強いって言われる今後ってなれたらいいな。だからここで一回練習しようか。お、練習ですか。じゃあちょっとユータ見本見して。あ、言われてんの。いや、俺も仕事多いから。オッケー、じゃあ仕事少ない、俺がやるわ。うん。ちょ、俺もねえもんな、僕もいますから。いや、そういうの逆ブランディングしない方がいいと思う。本当に来なくなるじゃなしで。いや、まあ。これはやんないだろ。急に。おい、やんないで。いやいや、あっちみたいなことだよ。見逃さないよ。やんないよ。急に出ない。ボッサみたいな。今日のヒューガーを見て、技をちょっとインスパイアを受け取ってこうかな。あ、うまい、うん、ユーマの生かし方ね。うん。いや、お前が元だろ。はははは。どうした、ネギのやつ。俺もう長いっぱい入れない。お、わかりました。じゃあ僕いっぱい食べれるんで食べちゃっていいですか。ゴリラ君、ゴリラ君も焼け。いや、ゴリラです。ゴリラちゃんも仕事しなさい。いや、ゴリラでーす。僕がゴリラでーす。じゃあもうそう言われちゃうと、でもどうしたらいいか分かんないです。いやいやいや、その悲観的になるところだな。あ、あの日さ、ちょっと暗くなるのやめねえか。まあでもどうだ、前ももうやったしね、この飯の下りで、あむぎりのその変になっちゃうみたいな。ぶっちゃけあれに関して、まあユーマは大好きなんだけど、見ての通り笑っちゃってんだけど。ユーマ大丈夫ですか、あむぎり君は。あむぎり君は大丈夫です、かっこいいです、あむぎり君。笑い、勝手に笑い。やばい。いくらチャラといえどふざけてるなと思って。ふざけてないんだよ。これ多分全員1個食べてると思うんですけど、僕2個食べていいですか。お前6枚だから全然。いや、じゃんけんじゃない。あー、そうしましょう。じゃんけん。おわっ、おいちょ、スマートな立ち方。さすがバースデーボーイ。マジュメン、あの、大きさとかないと。そうだよ、食え。でも出ないでしょ、誰か食べたいって。全然食え、1枚いただいてもいいか。気疲れてんな、悪く言ってるけどね。でもそう言われるの、本当にどうしたらいいか。やめよ、ハムギリ、もう大丈夫だから、やめよ。いただきます。じゃあ食レポしようか、ハムギリ。いや、これマジで、あの、肉の分厚さがジューシーで、あの、コロコロステーキで、サイコロジュー、サイコロコロコロジューって感じになってますね。うん、最高ですよ、本当に。うまい。ピュ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 。あー、なんかユーマに似てきたな。
一緒にいすぎてね。仲良しで。すいません。じゃあ負の味方だぞ。混ざってる。ジンタンとか、ユーマとか、いろいろ混ざりすぎ。やっぱ好きな人たちが出てきちゃいますね。俺らのこと好きじゃないよんかい。いや、みんな好きですよ。けどやっぱ、似させられない部分ってものがあるじゃない。誰が一番好きやねん、俺らの中で。え、この3人の中でですか？誰が一番かかる？僕じゃないですよね。そうです、ユーマくんはさっき出てたんで、この3人の中でって言ったんです。ああ。ちょっと早口言った。ヤマト、もう誰もいじる気ないよ。これすごいね。24にもなったんだからさ、いじりで笑いとんのやめようよ。あ、ちなみにヒューガ君です。ふぇー。え、ほっ。ふぇー。ふぇー。ヘイオッツ。優しいね、ヒューガ君、僕に。いやー。ヒューガ選ばれたの？選びました。やっぱ俺なんだよ。え、じゃあ2位を。あ、ユータ君かな。来ましたー。さあ、来ましたー。ちょ、ちょ、肉です。ありがとう、慰めに聞こえる。いやさ、お前、俺のターン潰すなよ。さっきから全部肉です、肉です。お、僕ですか？お前だよ、お前しかいねえだろ。すいません、肉です。てか、お前、部下すぎだろ。あー、ごめんなさい。バカが。どうすごいっすか？言うと、あんまもう言わない方がいいぞ。同級生でやってんのに肉ですって。あれ、肉だろ、普通。じゃあ、僕が食べちゃいたいと思います。もうどんどん、お前どんやろ。塩で、塩で、塩で食べたいと思います。味わかんないだろ、ハゲすぎてて。いいと思った。最近そればっかりなんだからな、ゆうちゃんは。じゃあお前やめろ、そのゆうちゃんって呼ぶの。だるい、仲いいと思う。いや、仲いいじゃないですか。仲いいじゃないですか。あー、後でやる。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 仲いいじゃないですか。いい、死んだ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 視聴者さんが決めてください。僕が悪いです。はい、悪い。僕が全部悪い。てか待って、俺が選ばれなかった感想を聞くターン。盛り上がんないからいいよ、そのくらい。いや、普通に教えてほしい理由、選ばなかった理由を。いや、ボケです、ボケです。面白くない。そう言われちゃうと思う。どうしたらいい。この肉うまっ。味が懐かしすぎるわ、これ。一番懐かしいわ、これ。一番懐かしい。じゃあ、ヒューガさん、どんぐらい懐かしいの？俺、少年野球の時に、俺がヒット打って、走って。いや、長いな。長い、長い。行った時の、ホームベース。長い。久々に喋ったわ、お前が。独自のノリ。ゴリラって言われるゆえんやん。ゴリラじゃないし。いや、まあ、見て腐れるのもおかしいしね。ゴリラなんだ。じゃあアンケート取るぞ。もう決着つけようか。ユウがゴリラだと思う人手挙げて。なんでやねん。アムギリ、お前食い殺されるぞ。いや、俺の方が強いから。出ました。これ何を根拠に言ってんの。いや、本当にもう腕相撲とかじゃなく何でも勝てる。じゃあ今喧嘩しろよ。いや、そういうのは違くて強いっていうのは事実なんですよ。やったことあんの。いや、頭の中でもう署名書完璧です。ただそれあとやるだけで。やるだけ。まあ、24のバトルライズ的な話だ。ユータは、ユータは24の話しないですよね。いや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 、ユータはもうちょっと面白いバトルにしますね。最近さ、俺お腹いっぱいになんないんだよね。どうした？いや、お腹いっぱいになんないっていうシンプルな話なんだよ。すいません、焼肉ついてないですか？舐めすぎ。ねえねえ、どういう宅で飯食ってんの？感じなの。すいません。てか、さっきからあんた、俺のターンばっかやな。まあ、確かに、ゆうた隣がちな。俺のターン取って、順位上げて。楽しいですか？いや、そんなつもりないですよ。勝手になっちゃってるだけ。天然ちゃんなんです、僕。危ねえことじゃない。いや、もうきついな、天然とかが。うん、きついとこ言うと、かわいそうじゃないですか、ゆうまちゃんが。だっておかしいですよ。世の中がおかしい、本当に。今の世の中、本当に税金が高いです。いくら払わすんだよ。稼いで、みんなじゃねえかよ、バカ。僕、そんな言わないです。みんな週末に誇張してる。はい、ということで完食しました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はね、飲みに行ったろうです。待ってよ、ゆう
ルトどうしたの？せぇ珍しい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yamato. マジで？ Happy birthday to you. ブルドー。さすがにね、社長も24ですから、僕用意しましたよ。え、ユータから？まあ僕がここ予約して、まあ僕があれしたんで。僕何も知らなかったです。僕もです。俺も知らなかった。じゃあ本当にユータ出演どうだ。単独で多分ユータ。ありがとう。おめでとうございます。ありがとう。じゃあ写真撮ろうや、せっかくだから。はい。おめでとう。ごめん、聞かなくて。俺らマジだ、マジだ、マジごめん。俺もすげえと思う。ゆうたがこう持ってきた瞬間にハピバスを歌ってる途中に、あ、そんなんやんない。なんか結構嬉しそうにしちゃった。なりきってたんだよ、ゆうたも。ということで、はい、企画終了です。どうだったでしょうか、皆さん。このね、キャラ入れ替え企画ももう4回か5回やってますけど、うん、結構やっぱね、リアルなとこまで今回行ったね。そうね、何もできなかった今日。いや全然かましてるよ。一晩も入ってない。15番ぐらいです。あれですか、15番どうだって言えるの。え、どうでした皆さん。ちょっと前回より頑張ってな、認める。それ言われたらもう僕何にもに頼りすぎてた。あ、じゃそんな言わないと。それ本当にヤバい時にしてる。毎回の時に前やもんな。うん、いやちょっとやりすぎてるな、これが。うまいけど、なんかそう、一言で言うとセンスない。いや俺もやってて、ユータのポジってマジムズいなって思った。やっぱヤマトって、あの力、筋トレ笑いみたいなとこあるから、スポーツ万能な笑いみたいな、ユータムズいな。そう、だから俺はいつも、ほんと10回バット振る場合なんだ。で、まあ3回当てればいいぐらい。ユータはやっぱ1回振って1回も場外打つんだ。難しさがあった。で、俺一回も当たってないからね。今日はたまに一回振ったと思ったらファールみたいな。そう、だからやっぱ打つ数が多くなって俺っぽくなっちゃうでしょ。結局自分のキャラがやっぱ一番楽だね。なんで違いないわ。もうこのサプライズまでしてもらって。いや、全然結構幸せな誕生日でした。僕は好きな企画できたんで。ということで、このキャラ映画企画、まあ相当人気企画なんですけど、まあ、またなんか切り抜きとかしていただいて、まあ、結構最近メールで、そのゴムドットの切り抜きチャンネルをやってる人から収益化したいんですけどみたいな話が結構来てて、で全くその返してないんですけど、それはもう俺らで全然 OK。 でもなんかもうそこはもうみんなが広めてくれてるっていうところもあるんで、それでお金稼ぐのは全然俺らは、じゃあ半分くださいとかは俺らやんない、うん、全然ガンガン切り抜いて、でガンガンショートとかも上げて、まあ、TikTok とかにも上げてくれたら嬉しいなって思うぐらいですね、うん、そこはもう自由に皆さんやっていただけたらなと思います。はい、ということで、この動画良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。いや